皆様こんにちは内田達るの暖論風発お相手は池田佳代子です内田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますようやく三寒四温っていう感じですかねそうですかね<お>、はい、花のつぼみも膨らんで咲いてるのもあります、はい、あのお忙しくしていらっしゃった <laughs> 大変に忙しくしております大変にそんなところあのありがとうございますであの今週 の月曜日だったかな。アメリカでアカデミー賞の発表があって。はい、ここでお話を前に伺った君たちはどう生きるかが。あの、なんだ、アニメ賞。受賞しました。うん、素晴らしいことですね。ね。ねやっぱりこう、あれ普遍性を持ってるのかな、あの。ファンタジーは。ー難しいじゃないですか。ちょっと。 あの今までの宮崎駿をし難しいですよねとあれはあのねアメリカの人たちにねどういうふうに理解されたのかってちょっとね読んでみい聞,聞いてみたいですよね,ね本当ですねど,どこが良かったですかって本当どういうところがあってね <laughs> あのはいそして日本はもう一本ゴジラマイナスワンが、はい、何資格教科書、うん、すごくないですかだって 日本のね、あの映画ってアメリカのあの映画に比べて、そういうあの特殊効果のね、ええ、映画と比べて予算が二桁くらい、うん、少ないんですよ。それで撮ったっていうのはすごいなと思って、うん。すごいですね。えっとね、予算が十二十億円ですから、うん、ドル換算すると。 千四百万ドル、一、うん、<laughs> 億ドルにはいかない。大バジェット映画だったわけですね。そう。だからちょっと見てみようかなと思って。あ、見てないんですか。あ、あ私ね、あの監督が苦手な。ああは三、い、<laughs> 丁目の夕日でしょ。はい。あれちょうどあそこにあのわーっと出てくるガキどもが、う,ん、こう私のこう段階。そうですね。はい、我々もそ、ね、そうするとね、あの。 時代交渉は間違ってるっていうのがどこら辺が間違ってると思います。例えば東京タワーができて、はい、できた後に、ええ、フラフープは流行ってないんです。あ、そうなんですか。それから女の子たちが白いソックスをね、ええ、みんなこうあの三つ折りにしてね、ええ、履いてるけど、ええ、あれはこう大きなスカート履いてロックンロールをね踊るお姉さんたちが履いてたの。 私たちは色付きの赤とかなんかのナイロンの,<ー>あのソックスですよ。そうでしたか細か細いところをご覧になってますねもうあとあれあのおじさんちが高円寺にあるでしょうまあいいやもういいやでだから今回も「ゴジラマイナスワン」は戦争の<ー><あ>戦後ですね, <直後 S 2> ね1945年ぐらいということで、うん、またねあの。 時代交渉でててななっっっちゃうか思さすがにその時代を知ってる方っていうのはもう今観客にほとんどおらんないでしょうからね。でもね三丁目の夕日の時は私たちみたいな現役がねいたんだから、うんうん、時代交渉にね団塊、うん、の世代一人入れとけばいいんですよ。でソックスぐらい変えさせなさいよっていう感じ。それをやんない,っていうのは私時代交渉入れると時代交渉入れない方が面白くなるあの戦争映画そうなんですけどもね。 あのノルマンディ上陸作戦を描いた映画っていっぱいあるんだけども<あ>あ<の>今回、はい、あの作品賞を取ったクリストファー・ノーランにもダンケルクとか、ね、ありますよねあれはあこはダンケルノルマンディ上陸作戦オマハビーチの作戦ってうはいう、はい、米軍がすごい被害を被った歴史的な激戦地があるんですけども。うん で史上最大の作戦とそれからプライベート・ライアンスピルバーグのこれもうこっちが62年なんで撮影してのは60年ぐらいだから戦争終わって15年なんですよで後ろにバーッと出てくんですよコンサルタントじゃないですけどもとにかく時代交渉とか現場交渉その場にいた人たち名前がバーッと出てくんですよ。 でその映画は当然のことながらオマハビーチ作戦についてかなり忠実だはずなんですけどもでスピーバーグの方はもうね、はい、21世紀に入って作った映画だから、はい、これ20世紀ぐらいですかほとんどだあ誰も時代交渉入ってないと思うんですよね <laughs>、まあ、いるのかもしれませんけどで2つ見比べるととにかくこのプライベート・ライアンの方のオマハビーチってもう 地獄ななんんでですよねカオスもどん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 みんな死んでいくってことででこっちの方はね確かに激戦ではあるんですけどもねあのちゃんときちんとあの指揮系統が存立していてで勇敢な兵士たちが戦っていってであのドイツ軍を倒すんですよねでスピルバーグの方を見てるとねこれだったら全滅するだろうと思うんですよ誰も指揮なんかしてないんですよねもうみんなもうパニックになってるっていう状態が延々と描けるんだけどもね なんか,かこ,れこれちっちと比べると本当にあの史上最大の作戦の方は戦争ってこんなに気楽な感じのものなのっていうだからこれねどっちが本当かってわかんないんですよあの実際に従軍した人たちがですね戦争経験語る時に真実を語るかっていうと必ずやっぱりね物語的な脚色が入るわけであのやっぱり英雄譚 としてです、ねまあ、英雄たにするか、まあ、逆にものすごく絶望的な状況を描くか知らないけどもやっぱしどっか物語的な加工が入ってると思うんですねででこっちはこっちでまた誰も経験した人いないわけだから多分こんなだったんだろうって考えてるわけでものすごく落差が温度差があるんですけどもね。だからあの当事者がお目付役にいるとで勝者の戦争ですから。 そう,そ,うそうなんですよ。あの,あの時代交渉する人がね、時代交渉する人が嘘つくことだったり、の嘘あの記憶がおかしい、いね、記憶が歪んでるっていう、ね。だからあのプライベートライアンの方はもうそそういうのがいあの一段落してこうあの研究も進んだその文献をもとにしているからあんなふうにもう本当にもうオープニングなんかもう引いちゃいますよねあ,<ー>あの。 波間にこうもうどん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 みんなっいくが漂ってるみたいな、ね、どん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 破壊されていくっていうでもね<あ>3丁目の日だったら靴下ぐらい変えたっていいじゃないのってその方がリアリティがあってね <laughs>、うん、だから彼があの,あの時代好きだっていうのがねの、はいはい、戻ってきますけどわ、はいはい、かりますけどね、うん、でゴジラはねあのビキニの。 核実験のでこう<え>突然変異するわけですよね。<え>だからちょっと後であのお話しするああす、ね、オッペッハイマーの,の、ええ、50年のゴジラはあの原水爆実験で出てくるわけですけど、ねね。今回のもそうでしょゴジラマイナス。今回は原爆で目が覚めるんでしたっけ？ビキニ干渉の核実験で45年にやったんでしたっけ46年ぐらい。いや今回もそういうふうにあのなんかあ,<ー>あの。失礼。 ネットで検ゴジラが出てきたんってことはあんまりゴジラ気にしてなくてとにかく視覚的などう出るかっていう感だからあですごくあのお面白かったですね<え>だけどまあ、ね、そのなんつうのかな、はいまあ、いろいろと物語のです、ね、ストーリーについてはいろいろとご意見もあると思いますけどねなんかとにかく視覚がアカデミー賞を取るぐらいにすごかった、うん、すごいなんかよくできてると思いましたよ もう日本にそのこんないや低予算でここまでのクオリティ作ってくれるんだったらっていうんで日本にこういうあの特殊撮影の,あのオファーがいっぱい来るってっただアニメといいそのねあのゴジラといいそのやっぱりなんて言ったらいいんだろうなあのクラフトマンシップっていうですね、うん、職人芸のレベルがすごく高いっていうですねそこなんだと思うんですよねでそれってまあね。 すすごく大事なことだとだ思ううんですよです、ね、職人芸っていうのはね,うねあの日本って伝統的にいろんな形の職人芸ってあったんだけども近代になってまあ大体いろんなものが滅びていくんだけども全ての芸が滅びていくかと思ったら代わりに、ね、あい,いくつかの芸は滅びたけども代わりに新しいタイプのクラフトマンたち、うん、が登場してきてやっぱり職人芸っていうものをすごく高く見るっていう伝統だけは生き残ってるって気がしますね。 あのジャンルでねいろんな形でねなんかこうねあの変貌するんですよね伝統って思いもかけぬ形で現れてくるのでだからそのねあの宮崎駿のアニメとですね今回のその「ゴジラ」です山崎,だっけ山崎隆えっちょっとすいませんごめんなさいすいません、はい、監督の名前も。<laughs> でまあね、こういう方たちが登場してきてですねあの新しい職人芸の文化を作ってそれがまあこれからと日本の伝統になるっていう本当です、ね、と思いますけどね。であのあ内田さんがそこまでおっしゃるんだったら「ゴジラマイナス」は見に行きますっとデータとか見ると登場人物の名前がですね「ええ、四季島」っていうんですよね。ええ 主人公が敷島かな、それであの、あとね、秋津っていう人もいるんですよ。なるほど。両方とも日本、日本っていう意味でしょなんか非常になんか。そういう。まあ類の映画かなとか思っちゃって。ちょっとそうですね。ちょっとそうなんですね。あの、そっちが好きな人は好きそうなっていう。なるほど。だからそうですね。左翼的な見方をすると、いろいろと引っかかりがあるかもしれませんけど。はい。でも、その効果のクラフトマンシップを。 娯楽映画ですからね映画としてあんまりこうねあのなんつうのかなあの、ね、こう主題とかあの <laughs> 政治的意図とかですねあんまりそういうのは読み込まない方が良いような気もしますけどね。はい、しかし何であの「シン・ゴジラ」もそうでしたけど、ええ、ゴジラってあの「湘南に上陸するんででしょうね <laughs> で鎌倉がめちゃくちゃになる」。 鎌倉でしたっけ、品、大体品川上陸するんですけどね。いや、シンゴジラは材木座海岸で。材木座でしたって。それで、今回のは、あの、私見てないデータだ、だけなんですけれど。やっぱり、あの、鎌倉の街をめちゃくちゃにする。あ、そうでしたっけ。これずっとゴジラは品川って信じてたけどな。あ、そのイメージありますよね。ゴジラは。東京湾に。東京湾に。に入ってきて。あの、あっちじゃなくてね。あの、京浜工業地帯をぐじゃぐじゃにする。っていう。 子供そゴジラゴジラこの辺だってゴジラが何つうのかな浅草を壊すとかね上野を壊すとかってあんまりインパクトないじゃないインパクトないって言うのかなそれはんかやめてほしいっていう感じだけど京浜工業地帯の工場街とかって別に潰れてもまあいいかっていうね <laughs> でも新ゴジラでは新ゴジラのみ側を洗ってくる京成線が大変なことだでした京成線京成ってあっちの、うん、えあの 千葉の方うにいく。えっと、いや、あ、京成線じゃなくて、えっと、京浜急行。あ、そうなんですか。京浜急行の時。あの、のみがをそうしてるんですからね。だから、あの、僕ら、あの辺の人間なので、あの、え。あの、あ。なんで、この辺に上陸するんだろう、なんとなく嬉しいっていう感じがするんですよね。え、自分たちのところが、舞台になるっていうのは。はい、じゃ、あこちらマイナスワンは、どこに上陸するのか、あの、確認してまいります。はい。あとですね。あの、ドキュメンタリー賞が。 マリウポあのねこれね配給元がですね、うん、こ,このアカデミー賞を取る前からこれは多くの人に見てほしいっていうのでオープンにしちゃって、うん、それであの YouTube で見られるんですよ。うん、ネットフリットじゃなくてでただで、ね、れそれで、えっとね であの検索のところにはい、はい、打ち込むと、ね、もうマリウポリが出てきます。で英語版なんですが、うん、まああのナレーションも字幕もとてもあのシンプルないい映画の英語なんだけど言葉いらない。うん、もう本当に映像を見ていいいたただきう感じですねであのニュースでよく見たという映像も 結構出てくるのでこれあの監督脚本撮影が、えー、チェルノフさんとおっしゃるミスティスラフ・チェルノフさんとおっしゃる AP 通信のカメラマンの方記者の方なんですね。でああのニュースで見たのはこのチェルノフさんの,あの撮ってきたのかっていうのがいろいろあります。あなる こうなんか撮っているんですけれどお腹の大きな妊婦さんが単価で運び出され、うん、だけれどもそのと妊婦さん亡くなり赤ちゃんも亡くなったっていうのをニュースで見ましたけれども、うん、それはこのチェルノフさんのえ撮った映像でした、うん、もう命がけでもうギリギリまでいるんですよ、うんうん、で、この あの白はこのドキュメンタリー映画の「ハクビ」はですねそのすぐ後にその映像がロシアのテレビ番組でで流れるんです<ー>そしてこれはこの女優が演じているフェイクであるっていうことを<ー>ラブロフなんかも出てきて言うんですよ。<ー>で,ロシ,アでロシアのニュースしか見ていない人は信じると思います。うん でも、このマリウポリの二十日間を見ている私たちは、それが。いやいや、フェイクじゃなくってっていうのがわかるわけです。だから、映像とかね、あのうのみにしちゃいけないなっていうのも。感じましたね。ぜひ。はいはい。あのご覧になってください。ええ、あの、ウクライナの映画、なるべく見るようにしてるんです。<あ>はい、これ、あのう、えっと、二十デイズって入れれば。はい 皆さん出てきますのでよろししくお願いしますそれから私これ見てないんですけれども、えー、と昔の外国語映画賞今何ていうのかな国際なんとか賞っていうんですけれどグレイザーという監督の「関心領域あの」予告はご覧になりましたあのアウシュビッツの所長のヘスの家族の物語なんです、うん あのアウシュビッツは行かれたことはないです。行かれたら是非確認していただきたいんですけれど、はい、ヘスの公習台ヘスはアウシュビッツの敷地内で講習圏になったんですね。はい、で、まあ、木製なのでそれのレプリカがその場所に置いてあるんですが、うん、片方あ真横にはあのアウシュビッツで唯一あの 保存されているえー、っとガス室とあの焼却炉があるんですね。うん、で反対側の木立の向こうにヘスが住んでいた家の屋根が見えるんです。うん、そんなところでこんな近いところにいたわけですか。はい、そんなところでヘスは公使刑に処せられた。でその予告編はとても裕福なあの家族が 豪邸に住んで楽しく暮らしているっていう情景が流れるんですね、うん、でもそれとそのナチスの制服が出てくるそしてあの放題ですけども関心領域ってあるそして壁がなんか映ることがあるって言うとねこの映画の言いたいことってすごくわかる気がするんです、うん、壁の向こうが関心領域じゃないから 何が起きていようが楽しく幸せな家庭生活が送れるっていう。うそれって私たちに。こう跳ね返るような気がするんです。うこうぜひ、これ。見たいなと。もう公開してるんですか。いや、まだまだなんですよ。五月かな。うん、皆さんもぜひご覧になってください。で、この、えっ、ー、と。グレイザー監督、確かユダヤ系の方かな。 だけれどもあの受賞のスピーチで、うんその「今起きていることが大切なんです」ってね、うん、ガザのことに触れた、うん、そうですすごく立派なことだとと思うガザのことだけでなく、うん、例えばスーダンもダルフールがすごいことになってるじゃないですか。うん、と,とかいろんなところで人道危機が起きているけれども、うん、それが タイチなんかもすすごいですよねあの関心の外にあることによってウクライナとガザだけじゃないんだよっていう,こう、うん、悲鳴が<ー>その関心領域の映画の,その塀の向こうから時々変な音が聞こえたりする、うん、そういう感じで私たちの耳にも届くという、まあ、しんどい時代に生きてるなって思います。 で、このグレイザーが画山の,のことに,にこう言及したときにまあ会場に集まっているあの映画関係者たちがこう立って拍手するわけですよね。うん、それでなぜかですねマーゴット・ロビー、うん、あのバービーの,あの映画のえっと企画 主演のマゴトロビーが白状しなかったっていうのにすごいね <laughs> 細かく見てるなみんな <laughs> 叩かれてるから私あそうですか叩かれてるんですかマゴ、ま、トロビー大好きなので、うん、ショック受けてたら、うん、いやいやあのそれデマだよっていうのも、うん、あの翌日ぐらいから流れてきて。うんうん だって画面にマーゴットロビーの席が映ってないじゃないかそのところで、うん、っていうので切り取ってあの上げている人たちもいて、うんうん、それで英語の,の SNS も見てみたら、うん、全然そんなことないんですよ、うん、つまり。と思いましたからねその,あの、えっと、ミシェリオああのあ<っ>エマ・ストーンのねあ,のあとロバート・ダウニージュニアのやり取りで結構これは。 SNS ですごく話題になっていたので、はいうん、あすぐミシェルうが「こんなことない」って言ってましたけどねちゃ,ちゃんときちんとやり取りして渡しましたっていうふうに言ってて誤解のなきようにっていうふうにすぐにしだから孫トルビーがあの、えっと、拍手しなかったっていうのは日本だけで流れれたデマか,、うん、かもしそういうことをいちいちねあげつらわないでほしいってね <laughs> そう分かんないじゃないですかね。 映ってないんですよ本当とにそういうなんか何とかその査定的なっていうかねそれって検閲じゃないですか検閲的な眼差しでそのいろんなものを見るのって誰がどうしてこうしたら君が代を歌ってるかどうか口元調査するようそれ言ったら俺なんかだってほら僕は「国歌斉唱」ってったら歌いますからねあのそうするとお互うち国歌斉唱の時に口をパクパクじゃなきゃちゃんと歌ってるってうなうんかねこいつは一体左悪なのかも 余計なお世話だよって。いろんな事情があって、ね、あれこれあるのだから。そういうこと。その検閲的な眼差しで人を見るのやめてくれって言うのはね。本当に声を大にして言いたいですね。でも、検閲的な眼差しって怖いです。私は。うん、国家聖書の時は、うん、最初のキーをね、うん、タに変えて歌うんです。うそうすると。民がよになるでしょああ、なるほどね。<laughs> うん。 々そうそういろう、ね、ういろねがありになるわけで、はい、それいろんな一人一人ねそれ話したら長い話なんですよ僕は絶対効果なんかずっと問えなかったんですけどもねある時点からやっぱりね<ー>いやーと思ってですねあのそれまでは結局ねこう日本がまあろくでもない国だと、はい、でそれに対してとにかくいろいろと文句があるぞって言ったんですけどもねある年になるとねでもこ選挙権を持ってね何十年か暮らしてきて日本がこの状態ってことはね この国に対して責任あるなと思ったらですね<ー>そうするとね「あのこ,この国は」っていうタイプのちょっと言い方ができなくなってやっぱ我が国のこのねあのみそぼらしいありさまにはかなり自分も責任があると思うとですねなかなかあの簡単にですねこうなったらみんな求めて面倒見ようって思うとですね <laughs> よしこうなったら国家も歌おうっていうですね。そうか それが内田さんのの一つの成熟あの亡くなった小田島隆さんが、ええ「うちの国」っていう言い方なさってましたよね。ああ言ってましたね。あれいい言い方だなと思ってそうですねうちの国えうちの町内みたいな感じで、ね、そう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 ,です、ね、うちのっていうね、ええ、突き放してもいないこう僕は我が国って言いますけどね我々の国とかね我が国ですか、ええ、はい。あのえっと、そう本当に でもね、そのミシェル・イオーさんと、はい、あのベトナム系のなんて何、はい、でしたっけあのキーホイクワンさんのねはい、はい、がその前年にエブエブで、はい、あのアカデミーと、はい、アカデミー賞を取ったんですよねで前年の受賞者がプレゼンターになるんですね,ですね、うん、そしたらそれを受け取ったエマストーン これは哀れなる者たち、はい、それから、あのロバートダウニージュニアは、えー、オッペンハイマー。うん、で、あの、なんか目も合わさないで、ね。パーって撮ってロバートダウニージュニアはそうでしたね。うんうん、映像美界ではねか、かなり、あの。<う>失礼な感じでしたね。でも、エマストーンの方も、ミシェル楊さんはね。あの、なんか、そんな、そんなことないよ。ないって言ってたけれど。ジェニファーローレンス。 とマストの友達だから、うん、じゃああんたから渡してっていうふうに言、うん、っやりましたと本人に言っけど本人なんですがでもジェニファーの後から後ろからもう一人の人が「<う>ジェニファーやめなさいやめなさい」ってこうひあのお洋服引っ張ってるんですよね。あそうですかか、うん、プレゼンテーターはこっっちだからって 失礼よっていう感じでだからやっぱりジュニファーとハグし合うのもいいけれどその前に一瞬でいいからね洋さんときちっと目を合わしてっていうのが必要かなってちょっとあれあの2つの。なかなかデリケートなことでどう解釈するかね本人それれぞのね。 ご本人のねセレクトメント聞かないとわかんないですよね。うん、まあ高揚してるのでね、こうだから字が出ちゃうっていう恐ろしい言い方もあるかもわかりませんが、んまあハリウッドはそういうこと配役にしろあのー、受賞にしろ気を使うようにはなったのに、うんね、字が出ちゃうっていうかね。だってまあいろいろとねアメリカは根が深いですからね。うん、あのー、今回の受賞式であのバービーがね。 音楽賞を取りましたけど、ええ、それであのと主演のライアン・ゴスリングが歌って踊ってショーをしたんですけれどもたくさんの「そのアイアム・ジャスタ・ケン」だったかな、うん、<laughs> そういうのでたくさんのケンがこう出て歌踊るんですけど、ええ、ライアン・ゴスリングの左右を固めるのはアフリカ系とアジア系、うん、っていうふうに配慮はしな、うん こうイベント自体を配慮はしてるんですけどね、うん、そのね配慮っていうのもなんとなくねすごくさ作,為的作為的な配慮っていうのって配慮じゃないじゃないですかあの、ね、の心からのなんかね心からの多様性っていうのと多様性じゃなきゃいけないからっていうんで何人<う>数をちょっと揃えようみたいなものでまあ過渡的にはそうじゃないとねそういう過渡期があるのかもしれないがなんとなくそれでは不十分もっとね心からのね だからああいうねあのえっと受賞のね、うん、あのトロフィーの受け方取り方を誰もが自然にしないようになるまではで、ね、まああのちょっとわざとらしくそういうのやんないとカトキなるかなって言いまするんだけどねですね,かですねこのカトキずいぶん長いですよね長いね長いですね、うん、はいそれで <laughs> なんかあの、ね、ずいぶん長いことすいませんででもこれは言わなきゃいけないオッペンハイマーが ああ作品賞監督賞さまざま取りましたまだご覧になってないでしょごめんなさい私なんか先に見ちゃったんです、はい、あの3時間なんですけどね,ね長いですねでもあっという間でした、うん、私あの なんかやっぱクリストファー・ノーランですから構造が複雑でね覚悟していったんです長いしねでもあっという間だったし時間が前後するとかいうのも聞いてたのでこの番チャンネルに町田さんに出ていただいて町山さんに出ていただいてどんなのですかって話を聞いたんですか。 足山さんに説明聞いたんですか。そうなんです。<laughs> それは良かったですね。はい。それで覚悟して行ったら、うん、もう全然その苦にならなかったし、私クリストファー・ノーランで一番好きかもって思いました。へえそうですか。とにかくね、キリアン・マーフィーが、まあ、主演男優賞を取りましたけど、はい、素晴らしかった。それであのクリストファー・ノーランって実写で。 やるので有名ですよねうこうあのなんか効果とか使うの嫌なんですよコンピューターで作る、うんうん、まああのだから原爆実験もなんかいろんなマグネシウムとか混ぜて爆発させたらしいんですけれど、うん、その、えっとそういうの嫌いコンピューター嫌いなクリストファーノーランがそのオッペンハイマーという天才の頭の中をその コンピューターで表現するんですよそれが取ってつけたようじゃなくて本当に美しくって説得力あるのそれとオッペンハイマーが現実世界で政治的な現実世界でいろいろやっていくっていうののこう攻めぎ合いみたいなものね天才の内部と外,外部世界のでそれがそのと キリアンマーフィーのあの薄い皮膚でようやく保たれているでもっていうねそのあたりが素晴らしい繊細でスケールの大きな深い映画でしたぜひはい見に行きます見に行かなきゃ見なきゃいけない映画がたくさんそう、まあ、これは絶対見ます、まあ、クリスパー・ノワラーなら全部見てるので、えっと、これも必ず見ますであの私テネット あれはかりにくいでしたねあれとインセプションがあ何回か見ないと分からないでもインセプションの方がまだマシですよねそうなんですかあ私はそうですテネットね分かんなかったですねそれで分かんないから回見たんですよそれでよく覚えてるんですけどあそこにねオッペンハイマーっていう名前とマンハッタン計画っていうのねそうでしたか出てくるんですよ。しかも インド人の女性からうんほら、何とかうわ、忘れず、名前は忘れたけど<ー>で、あれが二年んあれが前作ですよねそう、前作でしょ、うん、だからあそこから繋がってる、うん、なるほどみたいですよ私も封切られたロッペンハイマーはまた二回ぐらい見に行くと思いますう あまだ封切、ま、ってないんですかまだ封切ってないんですよ。3月の死者をご覧になってそれでもうすいませんということなんですけれどそれであの見た方のね批判で「広島長崎の惨状が描かれていないじゃないか」うん「まだ目を背けるのか」っていうのがあります。うん、確かに広島長崎は出てこないんですね、うん でもあの戦後のオッペンハイマーのその苦悩みたいなものは描かれていて、うん、あ例えばみんながわーって喜んでいるのがこうその声が阿鼻共感に変わって、うん、わーってやってる人たちの皮膚がドロドロドロって食べたり<ー>っていうのもあるし彼がその白昼夢みたいなの。 一瞬見たりすするんですが隅っこの方に怯えてうずくまっている親子がねいたりそれはあの原爆の,おの,あの金属オグ門の下にいる人々なんですが、うん、それが全部、ね、白人なんです、うん、東洋人そこに使えなかった、うんうん、その監督のクリストファー・ノーランのあの資質なのか クリストファー・ノーランのオッペンハイマー解釈なのかわからないけれど彼らとしてはそれを普遍的に描くというと自分たちが白人だから白人を起用したのかなとかもいろいろ思うけどちょっとそこぐらい東洋人使ってもいいんじゃないかなって思ったりしましたね。そののくらいい目を背けている、うん、でもあの 原爆を落とすべきだって当時のアメリカの政府の中でも主張していたのはトルーーマンンとバーンズ国務長官2人だけだけったんですよね他の人たちはその警告しろとかそのどっか人のいないところに落とせとかいろいろう議論があったみたいですけど。いやもう原爆投下はぶん前から決まってましたよ。 だからその京都に落とすっていう最初は計画があってあリストがこうあって、ねええ、アーリスティムソンが京都に落とすのやめようっつって本来は長崎に入って小倉に落とすはずだったわけですよね。だもう最終的には都市の選定ぐらいまでいったわけでその,まあその前の過程で、まあ、どういう意見があったかは分かりませんけど多分反対意見は当然あったと思いますよ。だってもう戦争を勝ってるわけですからね。そうそれ あのガーアルペロビッツっていうまあ、アメリカ人あのロシア風ですけどアメリカ人なんですけどガーアルペロビッツのあのなんだっけな原爆投下決断の内幕かな日本の二巻本なんですけどまあそれにだいたいそれ僕読みましたねあのこんな部活そう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 あ,、はい、あの向こうのあの米軍の資料でしょね、うん、あれがまあまあの原爆投下のまあスタンダードな文献と。うん あれによるとそのトルーマンも戦後突っ張ってるしそんな深みのある人ではないのであのなんていうか表面的なんですけれど葛藤はあったみたみい,、ね、いや葛藤はあったと思いますよトルーマンだってだって<あ>あのものすごく批判されたわけですからねその戦局。 47年ぐらいまで2年間っていうのはめちゃくちゃ批判されてますからねすごい議論が起きて、ええ、あの教会関係とかねそれであのと原爆を落とす前ですけれど原爆を落とさなかったらどうなるんだっていうことで軍の方から6万人の死傷者を覚悟しなければいけないっていうことをいやいやあのヘンリー・スティムソンが言った100万人ですよ <laughs> いやいや あの最初はそうなんです。の最初六万人が百万人になっちゃんですか。最初は六万人って言ってたんですよ。それも死傷者ですよ。でだいたいあの死者とあの負傷者の比率って一対四とか五じゃないですか。一対四ぐらい。ってことは死傷者はあ死者は一万五千人なんです。でそれを避けるために原爆で落とした。そうそれで。 あの戦後そのすごく批判されてトルーマンはその6万人の死傷者を6万人の死者っていうふうにすり替えるんですよまず。でさらに6万人の死者っていうのをそのえっとその4倍してる 20, 20万人とか30万人の死傷者っていうふうに言うんですね。万人の死者だから えと死傷者と合わせれば30万人だと。ね、でその,その次にこの30万人を死傷者を死者にするんですよ。そうすると120万人でしょ死傷者。うん、でこれを死者にするんですよ。うん、でそれをそれを数ですかそうだからその無意識に無意識にやってるのか分かんないけれどそれを日記の中とか娘への手紙の中で、うん でそれで最終的に「100万人」っていうのを彼自身信じ込んじゃって言い,言い始めちゃってそれがルフしたっていうのがアルペロビッツの、うん、だからねオッペンハイマーもものすごくこう葛藤どころか追い詰められていくわけですし。うん その辺りのところっていうのが、まあ、生ぬるいっていう人もいるけれどいや生ぬるいってその,なんてうの映画に対してね一時100点求めてっていうのってもねそれ本当にあの批評的態度としてよくないと思うんですよね頑張って作ったんだからこの辺が良かったとまあ多少ねも物足りないところがあったとしてもねちょっと物足りなかったっていうのは別に何ていうのかな 別の、ステートメントで。言えばいいんじゃないですかね。かうん、だからね、そういうね、あの、私、あの、あのえー、と、三丁目の夕日でも、偉そうなこと言ったけど。<laughs> そういう、なんていうのかな。まあ、あれはちょっと違うな、この、お、オペンハイマーに関してはね、うん、だから、その。そういう高所高段から、もっと。 すべきだっていうもちろんアイデアアを持ってるメリカ人がとにかくアメリカの資本で、ね、原爆の映画を作って,いて、うん、原爆を作ったことについて非常に深い罪の意識を持った人物の主人公にした映画を作ったってだけで<う>偉いというこれはねとにかくそのねプラスの分を評価していくわけであっても、うん、足りないとかっていうのはねその次の話ですよ。あののキリアンマーーフィーの本当に薄い皮膚がですね、うんもう 素晴らしかったです、うん、そこにあの刻まれる表情とかねロバート・ダウニー・ジュニアはその女演男優賞をもらったわけだけどど,どんな役の人だんですかなんか悪いやつ悪いやつ悪者でもらったんですか、うん、うん。あのとにかく、ね、出てる人たちがすごいですよねこれねうん一番悪い,悪いやつがね一番悪いのがロバート・ダウニー・ジュニアなんですね<え>あもっと悪いやつがいるんですかトルーマが一番悪いやつなんですかあのロバート・ダウニー・ジュニアは、うん、その。 と大,大天才オッペンハイマーに無視されただからサリエリの役なんですよ。うんはああなるほどなるほどだから授賞式で無視しちゃいけないだろうあんたがっていうもしかしたらそれ <laughs> あの役をやってたんじゃないですかね役をやった <laughs> こう無視し返してやったいや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 。ジュリアっていう人もねかなり屈折してる人ですからねマット・デイモンがマットデイモン出てるんですか。<の><の>グローブスっていう悪いやつですよで、ね、あ,あののの。軍の方の 軍の方のットップの、あの、マンハッタン計画の。あ、そんな、可愛い顔してるのに、はい、悪者なんですね。そうですよ。あとはで、あとね、あの、えっ、ー、と、物理学者で、い、いろいろ、あの、ね、あの、アインシュタインとか出てくるんですけれども。あ,はい、あの、と、ラミマレックっていうね。ボヘミアンラプソディで、あの、はいはい、主演やった、はい、彼が、あの。 イギリスの物理学者として出てきて、ええ、そのえっ、ー、とオッペンハイマーはあのスパイじゃないかっていうんで聴聞会にかけられるんですけれども、うん、そこでちゃんとねいい証言をする役になって出てきてました。うんうん、あとフロレンスピールでしょ、とケネスブラナーでしょ、ケネスブラナーケイシ,、はい、シーアフレックでしょ、エミリーブランドですよ。うん、すごいです。うん、まあぜひぜひご覧になって,てください。 映画の話で分ぐらいっちゃいそうですけれどももう本当にねあのと前々からあの伺いたい伺いたいと思ってこの中にも出てきますけれどもアメ,リカのアメリカンヒーローっていうのは困り顔の似合う男だっていうね面白い説をおっしゃっていてそれはもうちょっと教えて思い思思いつつききなんですよで あのそれね、何で思いついたかといとあのブリンケン国務長官の顔を見た時にあの人をとにかく、ね、あのずっと眉間にしばらせて、はい、あのずっと交渉事をやってるんで、はい、あのバイデンに比べると葛藤度が深いんですよね。<ー>え困り側の国務長官でねなんうのかな全然こうアメリカの外交方針を打ち出す時にすっきりしてないんですよねなんかいつもこんな顔してねなんかあのやむなくとか,なんか、ね、建前上とかっていうね。ね <laughs> なんかねあの建前と本音の間でこうなんかう引き裂かれた男みたいな顔をしてなかなかいい男ですよね羅国武将館で。で見ててねああそうかと思って困り顔っていうのは割とアメリカの男性としてはチャームポイントなんだなと思って伝統でか思い出したらそういえばみんな困り顔だなと思ってね古くはクラーク・ゲーブルからケイリー・グラントとか、うんまあ、ジョン・ウェインもあるしそうですしね。 それから近いところではハリソン・フォードとかね、はい、あとライアン・ゴスリグですよねライアン・ゴスリンン、ね・<あ>ライアンゴスリング、ね、もう困り顔の人ですからねいやもう権威よかったですよね。あ本当にあのなんつうのかな女の子はあんまり困った顔っていうんじゃないんですよねでもとにかく男の男優は困った顔をするっていうのがですねなかなかそこがあのポイントっていう。だってあの ね、そのハリソン・ボードなんかだって結局あのインディ・ジョーズにしてもスター・ウォーズにしてもアップになる時ってこういう顔ですねいつも「<laughs> えっ!」っていう顔の時にドアップになるんですよねスピルバーグアップの,時あのねそうなんスピルガーグでもジョージ・ルーカスでも、ね、とにかくあの困り顔の人たちってやっぱり、ね、困り顔をドーンとドアップにするっていう、うん、とこなんですよクラフトゲームなんて本当にその,なのかな困った顔がいうのかなハンフリー・ウォーターってそうですよねあ,<ー>あの人も困った顔するとね。 でも一方で <laughs>、うん、例えばねトランプがねああいう人が支持を集める、うん、こうマッチョな、ねうん、あの国っていうイメージが、うん、一方であるんですねアメリカには。うんうんうん それとどういう関係なんですかねどうなんですかねマッチョといってもね例えばねこれ話してんですけどクリントイーストウドウもね、はい、この人はね眩しそうな目をするいうのが <laughs> そうですねい,いつもいつも,も一番いい顔ってねこういう目をするとんですよね、うん、すあのだから ああのの人人人ははマッチョな人でで、まああね、今日は統計で、まあ、言ってることは割といつもすっきりしてるわけで,そうです特に葛藤がない人なんだけどもそれでもやっぱりねまぶしい目をするっていうのが一番あのかっこいい顔っていうのはねなんてつうのかなの,のっぺりした、ね、何の葛藤もない顔っていうのは男の顔としてダメなんだっていうね何かそういうような美意識の伝統っていうのは アメリカにあるんじゃないかなって気がして、で、トランプはやっぱりないです。もんたく。バイデンもね、ないんですよ。そうですね。その辺が、なんか魅力的じゃない。ーニー・サンダースもね、あんまりないんですよ。右左関係ないんですよ。あ,<ー>あの、ね、や正しいと思ってる人。アメリカっていう国は、とにかく建国以来ですね。とにかく、まあ、全く最初はね、フェデラリストとアンチフェデラリストから始まって。とにかくずっと、自由を。 重んじる党派と平等を重んじる党派だ、統治原理の対立でずっと。もう建国以来ずっと分裂し続けたわけでやって。そ,ね、そのアメリカにおけるアメリカンヒーローってこの分裂を統合する人なんですよね。で分裂を統合する人っていうのは、あの葛藤を自分の中に抱え込まなきゃいけないわけだから。のっぺりした顔にならないんですよね。そうですね。あのイーストッドは、あの眩しい顔は。 ままぬっって言ったようなな感じがしますなんかねあの,、うん、のこっちにもこっちにもすまぬって言わなきゃいけないみたいなそういうことですかね。なんかそのある種の例えばねこう感情的にはこっちに行きたいんだけども義務としてはこっち行かなきゃいけないみたいなところの時になんかだからその監督さんもねああじゃあこのシーンはちょっととりあえず暗いところからスッと表に出ていってこうねこうやってさあの。 ハリえー、っと「ダーティーハリー」なんかそうですけどもね、はい、こまぶしい目をしてスッとサングラスをかけてサングラスをかけて表情を隠すっていうねそののななんつうのかな自分の中にある葛藤を隠して<藤>あのハ,ハードボイルドな刑事に変身していくっていうねそういうシーンってあるんですけどもねあれ割とね何て言うのかな 結構勘どころじゃないかって気がすするんですよねその中で書きましたけどもアメリカンヒーローそのマーク・トゥ・ウェインのがアメリカ文学の父って言われてる、はい、でもヘ,ヘミングウェイが絶賛してるわけですけどもあのハクレベリ・フィンの冒険がアメリカ文学の全ての源泉であるとそれ以後これを超える作品はないとまで絶賛するんだけども <laughs> なんでマーク・トゥ・ウェインがアメリカ文学の父かなって言われてでまあ そういういもんかなと思ってですね他にもいろいろねあのアメリカ文学の父となっていい人はいるはずなのにと思ったんですけどもねあのえっとねあれで見たんですよアメリカ共産党史っていうのがあってですねアメリカ共産党のと最の初の書記長だった人が書いてる回顧録なんですけどねずっと読んでたらねあのアメリカ共産党の,その園芸になった人々っていう名前が出てきてですねその中にあのリン・カーンとかと一緒にですね マーーーク・トンンンンンが出ててくるんですすよよ<お>、ね、リリ,リンカカも入ってますよね、うん、あの共和党の源泉になったアメリカのデモクラシーを作った人たちの名前がずっと出てくる中にですねあのマーク・トゥーエンが出てきて作家の名前は2人しかなかったんですけどね、うん、マーク・トゥーエン。うん、でちょっとびっくりしてですね、えー、共産党から見ても自分たちの思想の偏見にマーク・トゥーエンがあるのかと思ってどうしたかしらと思って考えてみたら。 『ハックル・ベリー・フィン』の冒険ってあの書かれたのはね1885年で、うん、南北戦争終わって20年ぐらいなんですけどもね、はい、あのもうすごいねもう殺し合ったわけじゃないですか国内でその後に20年後にハックル・ベリー・フィンってその南部の、ね、少年なわけでで設定されてる舞台は1820年ぐらいなんですだから南北戦争のはるか前なんですよ。<laughs> の南,の南部の少年でも完全に南部人なんですよねうん、うん、南部人の子がにもかかわらず奴隷制に対してこう、ね、奴隷制度であの逃亡奴隷のジムっていうのと一緒にミシッピをいかだくだりするわけだけども、はい、最初はすごく奴隷だから、ね、すごく自分よりも格下の。 でもジム好きだしっていうんで一緒にこう運命を共にしていくうちにだん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 このジムという人のです、ね、う人格的なこの大きさとかで奥行きにだんだん感化したれていって自分はずっとそのね逃亡奴隷への,の逃亡を手伝って自由主義に逃げていくてんでずっと罪の意識を抱えてるんですよ。 俺は罪を犯してると罪を犯してるんだけども<ー>でもジムのことが好きだし、うん、ずっと葛藤しながら旅をするんですよ。で、ね、あのその中にずっとこう南部のさまざまな風景っていうのがですね人事風景が描かれていくわけだけどもこれって南部の人が読んでも北部の人が読んでも抵抗感がないんですよね。なるほどのつまり多分ねあれはマーク・トゥエンのハクリブリーフィンの冒険っていうのは南北戦争後に「 南北の人々が読んで心に引っかかりがなくスーッと最後まで読める初めての文学作品だったというですね、えー、いうのではないかという仮説を立ててですね何かそういう気がしてき,きっとそうですいや私あの60年ぶりにあの、うん、もう一回読んでみます面白いで田元役ぜひお読みくださいそんなの全然あのかなんていうか考えたこともなかったです。 年代ももそののような二人の立場とかも、うん、ただ男の子が仲のいい友達と冒険をするっていうだけで実際にもうそのあとトム・ソウヤが出てきてもうむちゃくちゃなことをやりまくるわけでねあ<ー>だけど<う>とにかくやっぱりねとにかくみんながハックルベリー・フィーンっていうのをまずねすごく懐かしそうに全国民がハックルベリー・フィーン好きなんですよね。 その全国民が好きっていうものを作り出すっていうのがアメリカンヒーローロなんですよなるほどねそれ,がそれを作り出すことが非常に難しい国で作り出すからヒーローで、ね、れがハクリブリー・フィンの次に田げてアメリカで唯一キングと言われているミュージシャンがいると、うん、エルブス・プレスリーだったんです、ね。 なるほどでエルヴィスは、ね、ご存知の通りり、ねはい、カントリーミュージックと、ね、<う>そのリズムブルースとポップチャートの全部で1位になるっていう中西部とか、ね、あそこら辺のカントリーしか聞かない,っていう人たちにとって、はい、エルヴィスは俺らの代表で,、はい、でリズムブルースの黒人たちレースミュージックの人たちから見て我々の音楽だって、はい、でナショナルチャートで1位っていう白人も黒人もみんながじ自分たちの音楽だと思った最初の人なんですよ。あのこの,あのカントトリーーチャートと リズマンド・ブルース・チャートの両方でチャートインした人っていないんですよです、ね、エルヴィス以前にはそうですよね彼が初めてなんですよでエルヴィスはあのわざわざ黒人協会に通ってわざわざっていうかそもそもそこそこ,そこまで,らった人なんですよねそこで音楽を目指させたそうです ナチュラルボーンのああいう歌い方なんですよねだ誰かに習ったわけじゃなくてあるいは修行したわけじゃなくてもう最初の録音からあの歌唱法なんですけどもあれって黒人の歌唱法と白人のカントリーの歌い方と両方がもう彼の中でミックスされてるんですよ、ね。これ,これ<ー>ハックルベリー・フィーンとエイブ・ス・プレスリーを見るとですねアメリカン・ヒーローっていうのはやっぱり統合する人だアメリカって分断国家なんですよ基本的に。 奇跡的に統合すするる人が登場するとでその人がやっぱりですねアメリカにとって一番重要なアメリカンヒーローだっていう、ね、<ー>ことをちょっと書いたんですけどね。ね、まあ、今日はものすごくなんかアメリカという国に対して解析度が高くなったように思いますけどそうするとそのえっとやっぱりカントリー出身の。 あのテイラーする人はどうううででしょうそうですよねあの人僕どんな音楽だかよく知らないんで最近の動向に疎いもんですけどでもあの人もカントリー出身で,でと,にとにかく何とかしてあのアメリカを統合しようというすごく努力をしてるっていうですねそれは分かりますねあのそれをトランプがこう抱き込もうとしてそれがうまくいかないからあんなのがごたごたとか、うん、まあ,あのそういう感じですけど。 のだからアメリカンヒーローが今ねその女性がアメリカンヒーローの役を引き受けざるを得なくなってるっていうのは一体ねアメリカの男たちは何をしてるのだいやいいんですよ別にちょっとねアメリカの男たちってみんなね党派的になりすぎてる気がするんですよね<ー>どっちにしてもまあ男性って党派的なところがちょっと、うんね、あのアメリカだけじゃなくて派性のない、なんつすかな、なもっとお気楽な 人じゃないとダメなんですよね本当にね。ちょっとテイラー・スイフトもね,ねちょっとこういう目が釣り上がっちゃってね、うんはい、もう自分に託されたミッションに対してすごく割りつぶされてるて感じがある、ね。あの若さでねもっとたニコニコ楽しくやね気分よくやってたら気がついたらね分断の中を統合していたっていう風じゃないとダメなんですよねあの統合は達成できない難しいですね。だから今アメリカってもうね、はい、あのえっと。うん あのポリティーインデックスで内戦ゾーンに入ってるんですよね？それぐらい国民的な分断が深いんですけども。だから今とにかくね。どっかで僕はね。なかの形で出てくると思うんですよね。そのその音楽かもしれないし、文学かもしれないし、映画かもしれないし、演劇かもしれないし、ダンスとかですね。全く僕らが想像もしなかった。ジャンルかもしれないけども。とにかくアメリカの統合する人が出てくると、その人にもう出てきたらとにかくね。全国民がその人にすがりつくと思うんですよ。みんな分断苦しんでるんですよ。 ね、何とかしてくれないかなとで、ね、誰もブリッジしてくれないから誰がブリッジしてほしいっていうでそこにブリッジする人が出てきた時にわっとねすごいなんかそういうアメリカの今のすごい危険な状態政治的な危険っていうのがですねそれによって和解の道に向かっていくと僕はね必ず出てくると思いますねこの和解する人仲を取り持つ人ですね。 今のところ第一候補はテイラーする人・スーフィタはだからちょっともう困ってちゃダメなんですよそそそうううかそうかか気楽にやってないと楽しくやってないと、うん、そ,のその仕事をそうですねあの困り顔がヒーローになるってあのおっしゃいましたけどプレスリーも困った顔ではなくもう本当にワーッとこう発散するいや<れ>やっぱしプレスリーもすごくあの。 なんつうのかなセクシーな顔っていうのはもうあの困った顔ですよね。<laughs> じゃあテイラーズの人も困った顔でいいんじゃない？いやあの人歌ってる時に困った顔するだけ。<laughs> テイラーズの人は自我が困ってるから。<laughs> <う> <laughs> 今ちょっといや昔は可愛かったって感じですけどね。昔はニコニコしてたんだけどもだんだん今ね顔きつくなってきましたからね。そういうのはありますね。やっぱりそれね。8かで重圧ですか、ね。8000万人とかでしょ？あい8億人でしたでしたっけ？フォロワーが8千万人か人。あ とにかくとんでもない数の人たちに一挙手一投足ねべ,すべての発言ずっとフォローされてるのって大変だと思いますよ。ちょっと想像をか提案、うん、する人はエルヴィス・プレスリーのなれ,なれるかなれないか。う あ,あんまりっ、ね、あのせっかくに頑張ってやってるんだか,だから100点を求めちゃいけないってことですよ、手荒、ね、らしこんだけ頑張ってるんだからもういいよってあんまり無理しなくてねもっと他に出てこなきゃだめなんですよ、本当はどん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 ん、ね、出てこないといけないでも、まあ、そういう分断国家、アメリカのどちらの人もこう心開くっていうような、ね、存在になるっていうのは難しいなーって今ね、うん、お,お話し聞いて,ていましす。 でも必ず僕は出てくると思うんですね歴史的な必然があるわけでそれが出てこないとアメリカの分断というのは終わらなくてこれは本当に例えばトランプが11月の選挙で負けた場合というのは内戦まで行かないにしてもかなり激しいですねあちこちでもう銃撃戦みたいなものが起きる可能性ありますからね。だってあ3年前だって議場…あ連邦議会乱入がありましたけどね。ねねだから 多分今度負けたら絶対トランプはね選挙不正があったっていうふうに決まってるわけでまた同じようにまあもう大変なね同時多発的に今度が選挙不正だったって言って大騒ぎになってくるともうこれは本当に危機的状況ですよね文字通り準内戦みたいな状態になるかもしれないわけで僕はだから頭抱えてるのはみんな分かってるわけですねトランプが大統領選挙で負けたらものすごい混乱になると。 トランプが勝ったらとりあえずろくでもない国だけどもその,あの内戦状態にはならないと。でもだからこうなったらトランプに勝たせるかっていうふうにねアメリカ国民の中のこの不動層が富裕層がですね,不,層というかあのね不動票の人たちっていうのがとにかく日常生活を守りたいからっていうんでトランプに入れた方が治安が良いかもしれないっていうふうに考えて投票行動をするっていうリスクがね僕はあるような気がしますね。 その中間層が、うん、あのトランプは今のところですがそのなんていうか固め切れていないという数字が出ています。うん、あと若者層ですね、うん、その辺がトランプの弱点みたいですけれど。うんうん でもトランプに行っちゃうのかなだからとにかくそのプラントは分断を煽ってですね、うん、どん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 煽ってますけどこれ本当に確かに有効な選挙戦術であってトランプが負けたら大変なことになるかもしれないという思ってねトランプ大嫌いだけどもでもトランプに投票するっていうことだってありうるわけですよねこんなことやってると。だってうんでもトランプねあの予備選中にとにかく NATO を脱名するとか言ってるわけですからね本当に国連からもね 脱退しちゃうかもしれないしそんな風ですから日米条あの安保条約なんていうのはもっと軽いですよね日米安保条約なん吹っ飛んじゃうかもしれないんからだ、ね、となんかよりもね,ねだけどもあの民主党はバイデンさんを下ろさないでしょうかねねバイデンに変わる人はいないんですかねなんであんな大きな国で大国なのに人材いないんで民主党も人材がいないんでしょうね だって共和党だって見たって人材あんまりなかったですもんねその予備選見るとってね,んねこんなの嫌だなってたミトランプみたいなどんなのばっかりでしたからねヘイリーさんがあのすごくましな伝統的なあの,、ね、あの人もなんかね、うん、共和党っていう感じでしたあ、うん、あまあね国連大使の頃ってなんかひどいこと言われてもひどかったと思いましたけども,もトランプよりはましっていうねあのの候補選の中ではね。 昔の共和党ねみたいな感じでしたけど、うん、あとはもうちょっとねひどかったですね,ねいやもう共和党前からチェーニーさんっていうじゃないですかチェイニーさんの娘さんのねあの人がなんかずっとね反トランプで頑張ってたけどもあの人落っこっちゃいましたからね確かね,ねもうだからトランプ党ですからねトランピストトランピスト対アンチトランピストっていう形ですよね だトランプの方が先手取ってるわけですよねそうですよ、ええ、俺はこうだそれに対するカウンターでアンチですからね,ねそっちの方が、ね、弱いんですよ後手、ね、に回ったは本当に弱いんですトランプはやりたい放題なんですよこれからだと思うだいろんなことをやってくると思いますよで多分僕が予言しますけどもトランプがやるのは俺が負けたら内戦になるぞっていうね。<や> <laughs> そ,その脅しですよねこれはねかなり効果的な脅しになるっていう気がしますね その両方とも人材がないっていうのは、ねうん、もうそれでもやっぱりアメリカだけに限ったことではないのかもしれませんねん州知事なんかには結構人物いるんですけどね。で州知事から大統領が出てくるんですよねす、うんうん、カリフォルニアの州知事なんてねなんか見てるとすごくねなんか全部まともなあの政策を次々と打ち出してるけども全然大統領候補にっていう話出なかったですね。はあ いやそのアメリカにばっかりこう目がいくってあの言われるかも分かりませんけどもやっぱりこの国って目がいきますよだってそれカチンとき、ね、してれば目、ね、これは置いといて<う>こっちじゃ中国とか<う>ロシアとか、ね、ウクライナとか行きますけどねアメリカって、まあ、世界の基軸国家ですからね <laughs> ここがぐだぐだになってるわけだからこれが崩れたら世界どう変わるんだろうっていうのはちょっとねやっぱり。 きちんと見と見かないとでそのぐだぐだになりそうなアメリカに一番しがみついているのが日本ですからね,ね,ねだから目が離せないということになってしまいます、うん、あのね。宗主国と属国の関係なのでですね宗主国の政治プロセスは注目してなきゃいけないっていうのはねそうですねそんなことしているうちに日本独自で持っていた力も例えばガザーに対してとかね何ももしてないですもんねどん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 失っていきます。うん あの外交の最前線に立っている外交官なんかの中には努力してきているあの真面目で優秀な方々がおられるからあの歯がみしている人もいるんじゃないかなって思いたいですけどね。いやすいませんなんか今日は、はい、<laughs> 映画の話でなんか喋りすぎてしまいましたけれども、はい、いや本当にねあの 困り顔、マークドウェイン、私、あの、読んでみます。ありがとうございました。はい、では皆様、またあの次回をお楽しみに、はい、また次回よろしくお願いいたします。ますありがとうございました。うん